福岡第一市範学校は、第二次世界大戦中の1943年に、福岡県に設置された、市範学校である。本校は、福岡県福岡市範学校、福岡県女子市範学校などの前身諸校を含めて、記述する。福岡県教員練習所、小倉県教員練習所、小学教員養成所、水間県久留米小学教師、練習学校。 柳川小学校教師伝習学校9、福岡市販学校、育徳学校小学市範科、久留米市販学校、柳川市販学校福岡県人城、市販学校福岡県市販学,学校、福岡県福岡市販、学校福岡県城市市販学校福岡第一市販、学校、市魂の検証、福岡教育大学の過去、現在、将来61ページ201ページ、 および、福岡県教育百年史、第五貫通史編353ページによる。入所資格は、福岡県教育百年史、第五貫通史編354ページによる。福岡市史、第一巻明治編1263ページでは20歳以上。福岡県教育百年史、第五貫通史編356ページ。福岡県教育百年史、 第五巻通史編357ページによる。福岡市史第一巻明治編1263ページでは1875年7月。福岡県教育100年史第五巻通史編359ページ。しだましいの継承。福岡教育大学の過去。現在。将来200から201ページ。大学概要2 7 4 1ページ遠隔略図。 福岡県教育百年史、第5巻通史編365ページ。福岡市史、第1巻明治編1264ページ。大学概要200741ページ遠隔略図では、1887年4月。福岡市史、第1巻明治編1266ページ。しだましいの継承、福岡教育大学の過去、現在、将来94ページ。 ただし、福岡県教育百年史第五巻通史編824ページによれば、1903年4月の女子市販開工時は、鳥海村の新校舎が使われ、火災で消失したため再び、荒戸町の救助支部校舎に戻った。福岡市史第一巻明治編1264から1265ページ。福岡市史 1> 第1巻明治編1265ページ、福岡県教育百年史、第5巻通史編813ページ。詳細は、福岡第二市範学校を参照。福岡県教育百年史、第6巻通史編180ページ。福岡県教育百年史、第5巻通史編824ページによれば、1903年4月の女子市範開校時は、 鳥海村の新校舎が使われたが、5月に火災で消失したため、再び、荒戸町の救助支部校舎に戻った。福岡市市、第一巻明治編1265ページ、福岡県教育百年史第五巻通信編813ページによる、死魂の継承、福岡教育大学の過去、現在、将来94ページでは1907年3月、 福岡市市第1巻明治編1265ページ福岡県教育百年市第5巻通信編825ページによるしだましいの継承福岡教育大学の過去現在将来96から97ページでは1907年4月しだましいの継承福岡教育大学の過去現在将来96ページしだましいの継承 福岡教育大学の過去、現在、将来137ページ。元九州芸術工科大学、漢方第3199号、大正12年4月2日。漢方第2602号、大正10年4月7日。漢方第4865号、昭和18年4月2日。AB、漢方第5565号。 昭和20年8月1日、ありがとうございます。